次は二番平野剛議員,剛議員明星クラブ平野剛です通告に基づきマイス事業について 質問させていただきますので、市長並びに理事者の皆様方の簡潔な答弁を求めます。前回の議会において、マイス施設を建設しようとする土地の取得案を議会は否決したところですが、翌日、新聞を見てみますと、事業自体が否定されたと考えてないので、諦めることなく議論いただく機会を模索したい。マイス施設は交流人口を増やし、 活性化を図る上で重要、ぜひ推進したい、との市長のコメントを拝見し、違和感を感じた次第です。というのも、私は現在、建設水道委員会の委員長をしておりますが、この議案の上呈時に、自治者側より、本来であれば、土地取得議案は建設水道委員会の所管になりますが、その内容は、イス施設建設を念頭に置いた議案となりますので、 環境経済委員会にての審議とさせていただけないでしょうかとの提案を受け、その後、議会運営委員会に取り計らってもらい、環境経済委員会へ、マイスの議案として審議されたものと理解していたからであります。にもかかわらず、委員会においては、土地取得は土地取得、マイスの是非は建物の議案を上程した際にと趣旨を変えたような、 理解に苦しむ展開になったことも地元新聞より指摘されているところでありました市長は全議会の秘訣をどのように受け止められておられるのか見解をお示しくださいまた秘訣の翌日には JR 貨物との協議のため東京へ上京されたと聞いておりますどのような話をされたのかお示しくださいそしてその後市民への説明不足 との指摘を受けて、市内36箇所にて、毎日説明会を開催されております。その際のアンケート調査については、先週末の代表者会議での提出資料で確認をさせていただきました。82%の方が賛同しているとのことでした。それを受け、今議会に再び追加議案として提案される意向も聞き及んでいるところです。 9月議会の否決後、一体何が変わったというのか、市民説明会をすれば、可決への理由となり得るとお考えなのか、議会は市民への説明不足のみをもってして、否決したと考えておられるのか、ご見解をお示しください。以上、本段からの質問とし、回答後、自席より再質問と合わせ、の質問もさせていただきます。 メッセクラブ平野剛氏議員の質問にお答えしますまず1点目のマイス事業についての括弧1市民説明会についてお答えしますまず先の9月定議会定例会での土地取得に関する議案の否決をどのように受け止めているかについてですが9月議会では現時点ではマイス事業による経済波及効果がはっきり見えない市民が納得するような十分な説明がなされていない 三学館の一体感が見られないなどの理由により否決をされました市の説明不足により市民の理解が進んでいないことは否決の主要な理由でありマイス事業の必要性そのものがないことを理由に否決されたものではないと認識をしていますこうした認識の下9月議会の後 JR 貨物株式会社に対しては9月議会の審議経過をお伝えするとともに引き続きご協力いただくようお願いをしたところです 市民の皆さんへの説明については11月3日には市民会館文化ホールで第2回長崎マイスフォーラムを開催し472名の参加をいただき11月10日から24日にかけては市内35か所で市民説明会を開催し1180名の参加をいただきましたフォーラムや市民説明のアンケートでは説明は分かりやすかったかとの問いに対しては とてもわかりやすかった、わかりやすかった、およびどちらかといえばわかりやすかったが93%となっています。マイス施設が必要と思うかとの都については、強くそう思う、そう思う、およびどちらかといえばそう思うを合わせて82%という結果でした。今回、一連の説明会などでしっかり説明を行い、直接市民の皆さんと意見交換をさせていただいたことで、交流人口拡大の必要性や、その手段としてのマイス事業の推進に関し、 一定の理解が進んだのではないかと思っておりますまた、市民の皆さんからいただいたご意見、ご質問は真摯に受け止め、機会があるたびに市民の皆様へ説明を直接行っていくことで、交流人口拡大の必要性や、その手段としてのマイス事業の推進に関し、今以上に多くの市民の方からのご理解がいただけるのではないかと感じたところです。今後も丁寧な説明を行い市民並びに議会のの皆さんのご 皆様のご理解を深めるよう努力してまいりたいと考えております JR 長崎駅に隣接した用地につきましては交流人口の拡大や地域経済活性化を図るため必要なポテンシャルの高い重要な土地であることまた長崎市のまちづくりの観点からも市が取得した上で活用を図るべきであると考えますこうしたことを総合的に判断し今議会に交流拠点施設用地として先行取得する予算案を追加提案させていただきたいと考えております 以上本南幹の答弁といたします。2>, はい、2番平野剛議員、えご回答ありがとうございます、えー。まず市長に何点かお尋ねしたいと思います。えー、先ほどの答弁の中で、えー、前回の否決の理由を市長としては、えー、し 説明不足により市民への理解が進んでいないことを主な理由というふうにおっしゃられておりました、えーまあ、ここにもかなり違和感を感じるところなんですが、私たち議会というのは、市民への説明がないというのを主な理由として、否決したと本当に考えてらっしゃるんでしょうか。ここまで1 1年2年 大方2年ぐらいいでしょうかあのマイスについてはたくさんの議論を重ねてきたところであります。まあ、少なくとも私の、えー、私も、マイス施設、反対させていただきましたけれども、えー、私の主な理由としては、まあ、たくさんの理由があって、最後にそういったものもすべて含めて、市民への理解も進んでないかというふうな、まあ、おまけみたいな形でつけたような形であったと、僕は認識しておるんですが、えー、市長は、 市民への,理解あの説明が不足しているというのを主な理由として、議会を否決したと、議会というのはそんなになんか市民の説明してないだけで否決するようなところだとお考えなのか、まあ、ここも違和感を感じるところなんですが、えー、本当はの議会との対話ですとか、心のキャッチボールができているのかなというふうなところを非常に懸念します。えー、私のの理由ははそうういいいいいったたこことではないということとでな試験をままずおお伝えしててき思すさ 先ほど、アンケート調査の結果を言われておられました、先日、西日本新聞と毎日新聞による該当アンケートの調査が報道されておるのを見ました、西日本新聞さんによりますと、反対が32、賛成19、分からない49、毎日新聞、反対39、賛成18、分からない43、大方反対者が賛成者の倍ぐらい,いて、半分ぐらいが分からないと。 いう,ようなのが市民の回答を通して出てます。まあ、私もあのいろんなところでヒアリングしてるあの感じで見るとだいたいこんなもんかなというふうなあの感覚を受けております。あの市民説明会とかなり大きな隔たりがあると思いますけれども、いかが解釈されておられますでしょうか。委長。平野議員の再質問にお答えいたします。アンケート結果、あの説明会を開催した後に。 参加者の皆さんからアンケートをいただいた結果ですけれども、それと、ただいま新聞社による市民の皆さんへの直接のアンケートという結果の違い、どういうことなのかというご質問ですけれども。あの 実際にまだよく情報が足りなくてわからないという市民の皆さんあのそれぞれの新聞社のアンケートでは半数近くに上っておりましたけれどもそういった皆さんは多いのではないかというふうに考えておりますそういう意味で説明会に参加していただいた皆さんには考え方あるいは具体的な内容について説明させていただいた後のご意見 ととしててのアンケートであるという,ふうに考えておりますそういう意味では、今後、説明の機会を増やし、またさまざまなメディアなども通じて、説明を重ねていくことで、理解していただける皆さんが増えていくものというふうに考えておりますし、またそういった努力が必要であるということを改めて感じております。また説明会実際にしながらいくつかの まあ特に多いご質問ですね、市の財政事情であったり、あるいは運営がちゃんとしっかり黒字化できるのかと、あるいは、他都市とちゃんと競争に勝てるのかといったようなご質問などは共通に聞かれましたので、そういった点についても、特にいろいろな機会を通じてお話をしたり、あるいはメディアを通じてお伝えをさせていただきたいというふうに思っております。以上です 2> 2番平野剛議員 え説明後は一定理解が深まるというふうなえご見解だと受け取りました。えー、あのアンケートを受けて、議会に上呈するというふうなあの流れなんですが、以前、市長はこの場でパブリックコメントは多数決ではないと、はっきり公言されておられました、えー、今回は多数決というふうに受け,ら受け止められていらっしゃるんですか、お答えください市長え平野議員の再質問にお答えいたします。 多数決というふうにはもちろん考えておりません。あのこういったアンケートの結果などを参考にしながら。えー あるいはその他の手続きのスケジュールなどもすべて関案しながらどういった形で進めるのがいいかということを総合的に判断した結果でありましてそういう意味ではあの決してあの特に1000人ちょっとですのでこれがすべてだという,ふうに思っておりませんが先ほどあの申し上げましたように1000人以上の皆様がご回答くださったということで一定の傾向であったりあるいはその現場 で実際に説明をさせていただきながらのあの受け取った感触というのはあのございますのでそういったものも、えー、含めながら、えー、判断をさせていただいたものです以上です 2>, 2番平野通知議員、えー、重ねて質問させていただきます、えー、今回市民説明会への参加が合計1600人の参加があったそうです、えー、約43万人の市民のうちわずか0.3%に過ぎません これで市民へのあの周知が進んだというふうにお考えになられていらっしゃいますか。視聴<長>。平野議員の再質問にお答えいたします。えー、もちろんあの全体のの中では、えー、1600人という数字はあの先ほどお話があったようにこれを多数決というふうに捉えることができるような数字ではないというふうに思っております。ただその中で。 先ほどあの申し上げましたように、えー、説明をしっかりとさせていただくことで、えー、これいいと思うけどもここが気になるといったような部分をご質問いただいたり意見交換する中であの一つずつこう解決していける最終的にこれはやはりあの進めた方がいいのではないかというご意見を持つあの皆さんも大勢いらっしゃったと思いますそういう意味ではやはりあの今後も説明をしっかりと尽くしていくということが大事だろうというふうに思いますしまたあのそういった中で多くの皆さんとあの力を合わせて進めていかなければならない。 きょ事業でもありますので、そういう意味では今後ともしっかりと説明を尽くしていきたいというふうに思っております、以上です 2>, 2番、平野辻、えー、あの先ほどの答弁の中に、えー、再上程するあの理由としまして、えー、交流拠点施設用地として、土地取得議案を、えー、提案する予定ですというふうにおっしゃられました、えー、ちょっと聞き慣れない交流拠点施設用地というふうにおっしゃられましたが、これはマイスのことですか市長 今回の,あの土地取得につきましてはあのー、基本的スタンスは変わっておりませんので、枚数を念頭に置いた交流拠点施設用地として提案させていただきたいと考えております、以上です平野強氏議員、2番平野剛議員、えー、ちなみに、あの土地はですね、あのー、非常に長崎としては今後、あの一等地であの、その活用方法っていうのはあの、いろんな活用法が考えられるかと思います。 えー、マイスオンリーでの検討なんでしょうか市長、えー、平野議員の再質問にお答えいたします。 これまでの市民説明会でも説明しておりますように、ま長崎の都市経営、都市戦略としてマイスを生かした都市戦略というのは必要であるということを市民の皆さんにもお伝えあのをさせていただいております。まあ、そういった中で、あの適地としてのあの場所という説明もさせていただいております。そういった中でマイスを念頭に置いた高立点施設用地として提案をされていただいております。以上です。2>, 2番平野剛議員。 えー、一旦ちょっと市長での最後の質問としています、えーまあ、議会が否決してもです、ね、あの市長は突っ走っております、えー、ならば市民の意見を参考にしたいということで、市民説明会も開かれてらっしゃるかと思うんですが、あのいっそのこと住民投票でもされたらどうかなというふうなこともちょっと提案したいなと思います、えー、12月14日実にいいタイミングで多くの方が投票所へ向かわ,向かわれます。 え費用も便乗したらかなり安くつくんじゃなかろうかと、えー、思うところも考えると一石二鳥じゃないかと思うんですがいかがでしょうか市長平野議員の最初にお答えいたします、まあ、住民投票となりますと、まあ、住民投票の行うのに必要な条例の制定なども必要になってまいりますまあそういう意味でもあのそういう意味も含めあの。 含めて、今回、住民投票にということは考えておりませんが、あのいずれにしましても、これはあのしっかりと議会の中で議論させていただくことが重要だというふうに思っておりますし、あの説明会の中でもあの、これは市民から意見を聞く、市民から住民投票をあのするというあのようなことなのかというようなお話も、ご質問もいただきましたけれども、基本は議会と、えー、しっかり、えー、議論をし、まあ、説明をさせていただく中で、えー、決めていくべきものであるというふうに考えております以上です。 2番平野強杉82%も賛同いただいているのには住民投票ぐらいすればいいじゃないかと思うんですが非常に残念です、えー、条例なんかすぐ提出すればできるもんだと私は思っているんですが、えー、一旦話題を変えます、えー、市民説明会の開催でもそうですがたびたび説明不足というような言葉をたびたび耳にします 前回私の一般質問時にも指摘させていただきましたが説明の回数を言ってるわけではなく説明の質を問,あの問われているんだというふうなこともお伝えしたところでありますその後未だ下せないことばかりです私が現段階でマイスに反対している理由として 疑問に思っているところ、懸念しているところについて、えー、質問させていただきますので、簡潔にご答弁いただければと思います。えー、まず、費用対効果の効果の部分についてお尋ねいたします。えー、59万人の方が訪れると説明されています。これは2000人 ×300 日、もしくは300人 ×200 日という数字です。 もちろん、開く日もあれば、リハーサルの日や設営片付けの日もあるかと思います。9月に PCAO の大手3社による説明会が委員会で行われました。その際、3000人規模の会議は、年平均2、3回で3回程度を目標としたいと、残りは300人程度の会議を誘致して埋めていくというような説明もなされておったところです。 どう計算したら59万になるのかその根拠を経済局長お示しください経済局長、えー、再質問にお答えいたしますまあ59万人のあの利用者数の算出ということですけれどもあの一般的に、えー、新設の場合他都市を例を参考にするということでございますので、えー、今回は、えー 九州内で施設の機能規模とも近い福岡の国際会議場をモデルとしてしておりますまたあの地域の学会大会等は全国的に地域のブロックで行われることが多いとそれも九州では福岡のでの開催が多いということで参考にさせていただいております まあそれに福岡の数値をそのまま使うと高めになりますので、長崎の現状として、ブリックホールの稼働率、マイスの稼働率を補正を計数をして、計算をしております。まあ、その中で、具体的には学会、大会等については、福岡の実績に基づきまして、施設の平米あたりの人数を出します。それから え長崎の稼働率の補正をしまして、約延べ16万人と利用者を見込んでおります、一般の会議におきましても、同様な計算をしまして、年間で延べ13万人を見込んでおります、まあ、展示会、イベントにつきましては、平成24年度にテレビ局、プロモーター等々、主催者側のヒアリングを行いまして、 展示会会やコンンサートト食のイベント博覧会等で年間30万人という計算をしております以上、合計で59万人という計算をしておりますがあの、同様の、全国の同様、長崎と同じような規模の施設でも、山形でありますとか、香川でありますとか、そういうところでも、同数程度の集客はあっておりますので、特にそれが、あの 特別高いという数字ではないと思っております以上でございます 2>, 2番平野剛議員、えー、ではさらに細かくお聞きしていきたいと思います、えー、市が提出している資料によりますと、えー、59万人来る内訳の中に、えー、具体的な人数と開催件数が書いてます、えー、開催件数でいきますと、えー、869件が行われるというふうに聞いてます えー、365日中、271件の学会がありながら、238件の市外からの会議が行われながら、304件の市内の会議があり、56回の展示会イベントが1年に行われ、これが今後50 30年から50年開催され続けられるということなんですね、経済局長、お答えください。経済局長 再質問にお答えいたします先ほど申し上げましたとおり、その各々の回数は規模が違いますので、大きな会議、それから小さな会議もいろんな含まれております。この開催件数は先ほどの59万人、各々の学会一般会議等を21年度から23年度の長崎の開催 実績に合わせてその割合で推計をしたということがこの数字先ほど言われました二百七十一件二百三十発件三百四件五十六件という数字ですので規模が大小あるというのをご理解いただきたいと思います。以上でございます。二番平野寿嗣、えー、なんかちょっとよくわからないような話だったんで、えー、ともうちょっと具体的にいきます。えー、学会が 年二百七十一件で十六万人の参加者が来るというふうにおっしゃっています。えー、福岡を参考にしたというふうなことで言われてますが、市内の大学へのニーズ調査でもして出てきた数数字なんですか？えー、お答えください。いあのどこから出てきた数字なのかお答えください。経済局長、採択方にお答えいたします。 この件数の数字は積み上げではなく、先ほど申しました通り延べの利用者数を21年度から23年度の長崎の大会の実績の割合に応じて計算をした追計をしたという数字でございます。以上でございます。2>, 2番平野剛議員、えー。ではあの現在市内で行われている学会は年何回ぐらいあるんですか。経済局長。 採択質問にお答えいたします。二十一年度から二十三年度の実績でいきますと、約な手元の資料では七百七十四件というになっております。以上でございます。はい。委員二番平野千春議員。 えー、3年間で774ということで、年、えーね、平均258件、今、行われているという話でよろしいですか、えー、とであればです、ねえー、今、現在258件行われるところに、えー、この書いてる271件というのはプラスオンということなんですか、お答えください。経済局長再質問にお答えします この59万人という数字は、基本的に新規の数字でプラスということで考えております、以上でございます。2> 2番平野剛議員、えー、では、258件行われているところに、えー、271件がプラスされるというふうに見てるということですね。えー、先日あの、長崎大学の片峰学長とです、ね、ちょっとお話しする機会がありました。 えー、長崎大学が毎年推進してるんですねとあのいうふうにお尋ねしたところ、いやそんなことなくてですねというふうな話から始まってびっくりしました、あのー、学長くですく、ね、私たちはあくまで収支だとか、財政のことには関係ない立場として、まあ、あれば使うこともあるだろうということで賛成しているというふうなことでした、あくまで収支に責任ないと立場としてという前置きを強調されておりました。 えー、長崎大学による学会による収支を考えると、期待できないと思いますというふうなこともおっしゃってました。 えー、今現在、長崎大学はです、ね、あの医学部以外はほとんどが大学内の校内でこと足りてるんですね、な中部講堂だとか、えー、実際使うとすれば医学部ぐらいしかないわけなんですが、えー、その医学部にしても、えーまあ、昨今、薬品業界との癒着等で,です、ね、いろんな問題がクローズアップされてて、えー、これまでみたいにあの全国で派手なあの学会等が行われるということは、今後は非常にこう厳しいでしょうねというところで、まあ、あくまでも大学の学会というのは期待しないでくださいね というふうなことをおっしゃられてましたまた同趣旨の話を別の機会にあの板坂議員にもお話になられたというふうにお聞きしております、えー、長崎大学はこの可能性についてどのように言っていらっしゃいますか経済局長経済局長 <laughs> 再質問にお答えいたします 長崎大学のま医学部を中心に主催者として大変あの期待しているところです。長崎大学とは今年の4月にえま包括連携協定を結びまして、その中でコンベンション、この枚数事業に関しまして、覚書を結んで長崎大学市と一緒にですね。今後協力して。 そのマイスの進行を図るということにしておりますので、長崎大学にとっても、ですねその終始にどうのこうのということじゃありませんので、マイスの進行に関して、一緒に誘致についてですね協力していきましょうということで、大変今後とも連携していけると思っております、以上でございます。2> 2番平野強杉 えなんかあの受け取り方がすごい楽観的だなと思いますけど、協力するっていうのは協力するんでしょうよ、ただ、258件のところにプラスアルファ271件というところが可能かどうかというところにおいては、長崎大学にヒアリングして、そんな数字が積み上がっているわけでもなく、単純にえ福岡の数字をはじき出したというふうなことなんですね。 でまあ、東京だとか大阪、京都、名古屋、仙台、福岡、いろんな都市がありますけれども、えーまあ、私、長崎大学母校なんで,です、ね、まあ、誇りには思っているんですけども、あのそのような都市にある大学とですね、比較して、そんな件数が本当可能なのかなというふうなのは、極めてちょっと疑問に思うところでもありますし。 えー、今年あの先日9月26日にです、ねえー、文部科学省からスーパーグローバル大学というのが選定されています。 えー、これは日本の大学のレベルが世界的にあの低下してきているということを受けてです、ねえー、国際競争力を高めようということで、重点的に予算と人を集中させるというようなことで、えー、スーパーグローバル大学というのを選定しています、えー、東大、京大をはじめ,めとする37の国交私立大学が選定されました、えー、その中で九州では、九州大学、熊本大学が選ばれましたが、残念ながら、長崎大学は落選しております。 今後予算や教授のがが下がっていく懸念を持ちますこういったことも中長期観点から考慮すべきところではないかと思っておりますが、現在の学会の件数の予想は、今後とも中長期的にも不変なものと考えていらっしゃいますか、経済局長。経済局長再質問にお答えいたします。 あのこの件数といいますか、中止といいますか、えーえー、PFI 事業で,です、ね、この仕組みとしては20年間のお期間で、えー、募集をすると、えー、運営者側にとってもです、ね、20年間のリスクを、お計画をです、ね、しっかり立てて応募するということになりますので、えー、基本的にこのお59万になり、その件数自体にはあまり意味はないと思っております。この,お数,です、ねえー、この数自体は あの非常にですね、その辺はしっかり事業計画を立てて応募されると思いますので、達成可能な数字であるというふうに思っております。以上でございます。二番平野の強す今件数に意味はないです。なんか重大なことをおっしゃいました今。今件数に意味ないんですか。じゃどうやってこの数字が出てくるんですか。でちなみに次の一般会議が二百三十八件。 えーまあ、これ、市外からの参加が238件、えー、市内の業者さん、会社さんによる開催件数が304件となっています、えー、今現在、えー、長崎市の資料では、えー、長崎市内で767件の、えー、コンベンションが開催され、現在18万人が参加されておるというふうに資料がなっています、えー、この数字も先ほどの学会同様、 え現在行われている238件と304件というのはプラスされた数字として見積もられてますが経済局長お答えください経済局長再質問にお答えいたしますこの件数につきましても同様の計算でやっておりますので新規のプラスの件数ということでございます以上でございます 2番平野強すぎ、えすごい数字ですねあの現在の数字にプラスオンということなんでしょうから、えー、そのように一応受け止めておきたいと思います、えー、では次に展示会イベントについてお尋ねします年56回で30万人が利用されるというふうになってます、えー、年52週間あるわけですから 毎週何らかのイベントが行われているということになりますしかもその合計が30万人なんですから1回につき5357人が毎週何らかのイベントで来ているというふうなことになりますそんなイベントが50何回毎週行われるんですが具体的にどのようなイベントが行われるのかお答えください経済局長再質問にお答えいたします この件数ですけれども、30万人の内訳というご質問でございますが、展示会等で、これ、自動車とか着物とか商談会等の展示会、これで50人まあ過去の実績で600人程度を見込んで約3万2千人、それからコンサートですね、まあ、演歌とかのコンサート、これを。 ヒアリングにおきまして、18日の1000人で1万8000人、それから地域イベント、まあ、食のイベントとかですね、えー、いうのを8件で延べ13日、1回6000人という計算で7万8000人、それから民間の博覧会、まあ、昨年、大村で行われましたあのミニカーの富川博、まあ、それからあの大恐竜展とかですね、博物展とか、まあ、そういうのが考えられておりますけれども、 え5県の40日でえを1日4000人と見込んでえ17万人程度ということで約30万人を見込んでおります。以上でございます。2>, 2番平野千恵子議員、えー、自動車や着物のなんか展示会がどうのこうのとおっしゃってましたけれども、あのそれも。 そういった団体からニーズ調査でもして上がってきた話なんでしょうかで、他コンサートイベント食の博覧会とおっしゃってます、えー、今現在コンサートもイベントも食の博覧会も水辺の森だとかいろんなところで行われておりますそれをそちらで移して開催するというだけの話であれば全然プラスマイナスゼロかと思うんですが新規でそういったものが全く新しく行われ続けるということですか経済局長経済局長 基本的にあにお答えいたしますあの展示会、えー、展示ホール、約3000平米の展示ホールがー設置さ,せるとされるということで、その中で,です、ね、今までの以上に規模を拡大したり、えー、期間を長く取ったり、また新しいのを含めて、まああの、今までのに加えてです、ね、新しくこれぐらいは期待できるという数字ということで、ヒアリングの結果で、えー シンクタンクの方法でで調査をしておりまますす以上でございます 2> 2番平野シンンククタにヒアリングしてるんでしょ、どこに聞いてるんですか、こんなのを長崎、東京だとか大阪だとかで開かれてるやつを、シンクタンクにヒアリングしてし、て長,てして長崎の開催件数っていうのを勝手に数字作ってです、ね、地元から何の声も出てないんでしょ、これ。 なんか具体的なイベントでも、長崎で毎週毎、毎月毎月やろうとかするような具体的なイベントでも、なんか考えてるんですか、これを埋めるために。全く民間任せなんじゃないですか、なんかあるんですか、お答えください。経済局長、えー、再質問にお答えいたします、えー シンクタンクにヒアリングしたんじゃなくて、シンクタンクが約50社ぐらいのです、ね、テレビ局、イベントのプロモーター、いろんな展示会の主催者等にヒアリングを行って、開催が可能であろうという数字の積み上げた数字でございます。以上でございます 2> 2番平口 ちょっとなんかこう、全然理解が深まっていかないところで残念なんですが、あのちょっと時間も迫ってますんで、えー、次、ちょっと質問の内容を変えたいと思います。えー、次、えー、費用対効果の費用の面をお尋ねいたします。えー、前回の一般質問において、えー、フルコストにての収支は3億4000万の赤字だというふうに伺いました。えー、その後、建設費等の見直しがなされているところですが、えー、若干、んが変わってらっしゃるかと思います。えー、端的に数字のみ、あのどれぐらい変わっていらっしゃるかお答えください。 企画財政部長最初にお答えいたします前回までの試算におきましては、フルコストで計算いたしますと、約3億4300万とで、事業費の見直し、それから財源の見直しとございましたので、その結果、今現在の試算では、約3億3700万ということで、600万ほどの好転ということで、概算にいたしますと、いずれも3億4000万ということでございます。い番平野剛議員 このフルコスト計算の中には、えー、土地の取得費というのは資産計上されますので 減価消却の対象ととはなならず、えー、コストに反映されてないところであります、えー、ただ、この土地の取得費っていうのも、えー、もちろん毎年支払いをするわけで、えー、実際3億4千万の赤字とともに、この土地の取得費っていうのを入れるとです、ね、長崎市が毎年年間払う歳出ベースの金額ではいくらになりますか、端的に数字のみでお答えください。経済財政部長 最初にお答えいたします議員御指摘のようにです、ね、これはフルコストに含まれませんが、単純に土地取得費、今、概算、約79億2000万を想定しておりますけどこれ、単純にフルコスト計算と同じ50年で割りますと、1年当たり1億5840万ということでございます。以上でございます 2> 2番平野強 1>, えー、1億5800万となるということなので、えー、3億3700万と足すと、えー、約年間5億円の支払いが50年間続くというふうなことになるかと思います。えー、これ、再度、フルコストでの収支3億4000万の赤字というところにちょっと検証させていただきたいと思います。この3億4000万の収支の内訳っていうのは、えー、まず施設の使用料、駐車場収入、えー、または国庫補助金、 交付税を含めた収入が年5億3800万円、これに対し、施設管理費、建物減価償却費、金利、回収費などの支出、年間8億7500万円を差し引いた数字であります。収入の5億3800万というのは、59万人が利用することによる資産です。 当然状況にににより常に上下すするる数字になるかと思います、えー、支出につきましては、今、資産計上した土地の取得費まで入れると、えー、年間1億5800万というふうなことでお答えいただきましたんで、えー、ざっくり足しますと、えー、8億7500万の支出に1億5800万,万足すと、長崎市は年間10億3300万の支出があるというふうな計算が成り立ちます。 えー、よって支出のみを取り出すと、50年でなんと516億円の支出になります。あくまでこの支出に対しての収入がどうなるかというところの、さっ引きでの、えー、収支計算というふうなことになるかと思うんですが、にもかかわらずですね、この資料と説明会。 市の負担はありません。年間10億3300万出するのにですか。民間事業者に対する市の負担はありませんとも書いてます。施設管理費として3億9200万計上してるじゃないですか。これ収入を当て当て,て、そっちで払ってくださいねっていうだけでしょ。計上はされてるんですよ。公設民営という部分の 一部ずつを切り取って、うまいこと収入の支出をうまいこと切り取ってですね、説明自体、れ嘘じゃないですよ、僕はです、ね、市民をだまくらかしているしか思えないんですよ、この資料。これ見ると、立てたらあとは2700万の黒字だっていうふうにしか見えないじゃないですか、市長は先ほど言われました。 説明したら理解が進んでいくと、これ、説明すればするほど、騙された人が増えていってるだけの話じゃないですか。私はですねあんまり言いたくないですけどあの、長崎市っていうのは、これ、市長はじめ、これ、長崎市民をペテにかけてると思いますよ、この資料。正直に、いいところだけだ切り取って話すんじゃなく、悪いところだとか、中立に話すべきなんじゃないですか。全てのあのあ <laughs> 中長期的にこれだけお金がかかるんですと、ただ収入もこれだけありますとで、差し引きとこれだけの予算がかかるんですが、その代わりこういった経済効果があるんですと、長崎役今こういう状態なんで、あのこういうふうなことをしていかなきゃいけないんですというふうなのを素直にすべてディスクローズした上で説明すべきというふうなところを私は思うんですけども、えー、残念ながら、そういうふうな説明になってないじゃないですか。 全くもって一部の説明じゃないですか、前回私、2700万の黒字っていうところがおかしいって、3億4000万って引き出したんですよ、にもかかわらずこれ、また2700万の黒字とか書いてるじゃないですか、民間人は民設公設民営だとか、民設民営だとか分かりません、そんなこと。単純に黒字だと言われれば、初期投資含めて回収できるっていうのが黒字なんです、実際。 建てたらずっと黒字が進んで、市の負担はありませんってなってるじゃないですか、これでどう騙してないっていうんですか、ごまかしてるって言うんですよ、これ。と私は思います。で、またはですね、ちょっと議長の許可を得て資料を持ちました、財政は大丈夫かと言われた時に使っているグラフです。 まあこれ見ると、確かに借金の総額は減っていくというふうなグラフに見て取れます。こちらは1人,頭の1人当たりの借金額の増減です。増えていってるじゃないですか。ある意図を持って資料を作れば作れるんですよ。 ある角度から切り取ってやったら、受け取り側がどう変わるかっていうのは、非常に変わるじゃないですか。私はこの資料っていうのは、ある意図をもってして作った資料としか思えません、嘘ではないと思いますが、相当ごまかしている資料だと思いますで。これに基づくアンケート調査っていうのも、それは私は当てにならないものだというふうに思ってます。 また、黒字運営も十分に可能だというふうなことで書いておりますけれども、それは民間というのは黒字運営できますて言いますよ、どこだって赤字になろうと思ってやるわけじゃないんですから、アグリの川どうなりましたか、撤退してきましたよ、キトラスはどうなりましたか、数年で2社続けて撤退して閉鎖じゃないですか、南部広域水道事業団どうなりました、1日7500トン足りないって言ったんですよ、長崎市。 突如して足りだつって、解散じゃないですか、すべて理由は、社会情勢の変化により、えー、こんなふうになりましたというふうなことを言ってますけれども、今度こんなにお金をかけてです、ね、近い将来、社会情勢の変化によりなんか言ってないでしょうね、そ,ううえー、そこにプラスしてです、ねえー、もう一つ懸念しているところがあります。 59万人という数字を達成するための体制です長崎市とコンベンション協会そして pco の役割分担であります59万人の資産の対象として先ほど福岡市を元に記算しているとのことでした福岡は全国的にも国際会議などで東京に次ぐ実績を誇っておりその裏側には約20人の専門部隊の活躍がありますそこでお尋ねします 果ただして長崎市は、どのような体制を組んで、59万人の誘致を達成していこうとしているおつもりなのか、お示しください。また、その際の誘致に対してのコストは、現在、どのような試算をされているか、お示しください、経済,経済局長。再質問にお答えいたします。 今議員言われたようにあの福岡市の方では今年新体制ということで、えーまあ、ミーティングプレイス福岡というユーチューブを福岡の国際観光コンベンションビューローに設置をしております、まあ、この中に、えーまあ、16名が専任そのユーチューブの方で働かれているとその中には民間からの派遣、えー 事業派遣されている方が10名ほどいらっしゃると、まあ市の負担で6名程度の人件を払われていると聞いております。あの長崎市の体制ということになりますけれども、えー、まあ、現在はあのコンベンション協会の方で担っていただいております。まあ、今後はこのコンベンション協会それから、えー 8月に設置されましたマイスの誘致推進協議会、それと将来的に施設ができた暁に、その施設の運営者となる施設の運営者、それと長崎市行政の方で役割分担、それぞれの役割分担を行って、検討を進めていくということになりますので、現在、その体制について、具体的な数字はまだ検討している段階ではございません。以上でございます 2番平野議員体制を検討してないと、50年で500億投じる事業ですよ、死に物狂いで59万人、毎年来てもらわないといけないんですよ、これ、民間の社長さんだったら、首くくる角度でやる話ですよ、体制考えてないというんですから、びっくりしたもんですよ、どうやって年間59万人達成するんですか、これで、でコーストについても考えてないということでしょう。 市の職員だって何人投入するかだと、福岡はですね民間があの何人か派遣してますけど、あの民間の持ちでやってるらしいです、何名かは。あのそんな体制なんか、長崎市も話し合ってないんでしょ、一体いくらかかるか全然分かってないじゃないですか、人件費、広告費、あとこの方たち、一生懸命全国出張してまいります、すべて PC を1社に丸投げなんですか、長崎市とコンベンション協会、何もされないんですか、経済局長、それにあの最低限ちょっとお答えください。 経済局長。え、再質問にお答えいたします。あの施設ができまして、えー、施設の運営者施設の運営者あまあ、あのー、その中でえー、誘致をやることになります。まあ、その分はこの管理費の中に含まれておりますので、え力、ー、支出するということはありません。まあ、そういうことで、えー、そこが、えー、その施設の管理者が決まってから、えー 先ほど言いましたように、それぞれ役割分担、あの経済界の方でも推進協議会の方を立ち上げていただいて、基金を創設して、今から応援していくということを言われておりますので、その辺の活用も含めまして、市の体制もあると。 あの言てあの当然この効果がある事業ですので、えー、市としても一定の負担はあるかと思いますけれどもまあ具体的にえこの今後具体的にその検討を進めてい,たいきたいということでございます以上でございます平野剛二番平野剛議員今市として一定の負担はあると思いますがって言いましたよこれ市の負担は一切ありませんと書いてるじゃないですか何ですかこれ 主の副、司祭を使うことはない仕組みですと書いてます勘違いしませんかって話なんですよ、嘘じゃない説明ですと言いました、僕、勘違いしませんかっていう話なんですよ、公設民営を巧みに使ってるじゃないですか、一部を切り取って、だからダマクラ化してるって言ってるんです、嘘じゃないですと言ってますよ、でもう一つ、誘致死、えー、これに大きな懸念を持ってます。 えー、ここにコンベンション協会の、えー、総会資料があります、えー、中見てみますと、えー、開催補助金というところがあります、えー、200人以上、300人未満の会には20万の女性をしてます、300人以上、500人未満のところには30万、500人以上、50万、1000人以上、100万円と、えー、女性額が載っております。これ想定しししてなないいですよね試算と言ってましたから これ271件の学会と238件の市外からの会議と304件の市内の会議、合わせて813件あります。えー、平均300人というふうなところを計算すると、これに30万出していただけでも2億4390万ですよ。年に3回2000人規模を想定して、それに展示会、イベントまで入れたら3億ぐらいになるんじゃないですか、ざっと計算しても。これ、試算してないんですよ、これ。予想もしないんですか。一体どこが払うんですか、3億円ぐらい。 どうなっているんですか経済局長、お答えください。経済局長。再質問にお答えいたします。その開催支援金の制度は、200人以上の場合が参考該当になりますので、その分、200人以上の大会、該当する大会等で試算をしてみますと、 すべての該当するすべてが申請をするという場合でやると、約6400万円という計算をしております、検、ま、視、あ、半分ずつということですから 3, 万、3200万になりますが、実際、今現状で申請が合っている件数は、該当の約半分であります。それは、まああの 延べ宿泊者数の確認であるとか、他に補助金をもらってたら該当しないとかありますので、現状でいくと約半分ということになりますので、その半分でいくと、約,約3200万ぐらいが、それを検視で半分ずつということになるということで、想定をしております、以上でございます。番そそうななんでですかねあのそれも適当な計算でやってる ことだと思いますだって一件一件が全然どんな会議かと分かってないのに、なんでどうやって出すんですか、これ、まあ、全部が全部対象じゃないと思いますよ、もちろん。でも半分ぐらいがどうのこうのだとか、あの3分だけでもそ何千万で済む話じゃないじゃないですか、これ。59万人を細かく見ていって、会議の数だとか細かく見ていったら、そんな数字にならないですよ。でちなみに、の今年も3150万ぐらい、なんかあのコンベンション協会はあの予算を計上して、だいたい今、毎年2000万。 から三千万ぐらいの予算を毎年これ使ってるみたいなんですが、えー、これにさらにこれプラスオンでこの会議持ってくるんでしょう？う数千万で済むわけないじゃないですか。で、ちなみにこのお金はどこが出すんですか？経済局長。経済局長。え、最初にお答えいたします。現在は長崎市と長崎県から二分の一ずつコンベンション協会の方にに負担をしております。以上でございます。二番平野つよすぎ。 じゃあこれ会議が増えたらまた長崎市と長崎県の2分の1負担が増えるってことですね。市の負担はありませんだって。さらなる負担あるじゃないですか、まだまだ。そういうのを全部ディスクローズして説明してくださいって言ってるんですよ。ないって言い切れるんですか、これ。あるじゃないですか、まだまだ。 まあ、全く費用につきましても、えー、主人申し述べましたが、あのー、不確定要素が多くてです、ねえー、まだまだ市はディスクローズしてない部分、明らかにしてない部分、えー、試算でさえしてない部分、検討もしてない部分、えー、できたら考えるといった部分が多いなというふうな印象を受けました。えー、最後に、えー、各種施策に与える影響について何点かお尋ねしたいと思います。 今後、中長期的な財政運営を考えたときに、確実に懸念されることの中に、一つは小中学校をはじめとした長崎市が保有する公共施設の改修建て替えがあります。これは今後30年間に3340億円がかかり、879億円が不足するとおっしゃってらっしゃいます。また一方、グラバー園、英国領事館、軍艦島をはじめとした文化財の維持改修費、これに至っては資産もできていないと。 えー、いう風なことでございます、えー、分かっているだけでもまあ、数百億はかかるのかなという風に見積もっています、まあ、当然試算してないんですが財政シミュレーションにも入ってないかと思われます、えー、また、えー、少子高齢化による義務的経費の伸びも気になるところです、えー、市民健康部長、えー、医療費の伸びはどれほど予想されていらっしゃいますか市民健康部長 はい再質問でお答えいたします。まず我々で把握しております、後期高齢者の医療制度でございます。これは75歳以上の方が入られる医療制度でございますが、自己負担を除きました医療給付費のうち、約2分の1が公費負担となっております。またその内訳といたしましては、12分の4が国、12分の1が市、県、それぞれでございまして、現在、平成26年度でいきますと、医療給付総額は約750億円で、 うち長崎市の負担額が約60億円、それから段階の世代が75歳に達します、2025年、平成37年度には、75歳以上の対象者の増加、それから1人当たりの医療費の増加によりまして、医療給付費は約1142億円、長崎市の負担につきましては約90億円ということで、現在より約1.5倍増加するというふうに見込んでおります以上でございます。 2番平野剛議員1.5倍になるところです、えー、では福祉部長介護をはじめ扶助費の伸びはどれぐらいになりますか福祉部長再質問にお答えいたします福祉部の一般会計扶助費等につきましては平成26年度は予算総額が約311億円で国県の補助を除く長崎市の負担が約86億円となっております 平成37年度は、総額約352億円の見込みで、うち、市負担が約99億円の見込みとなっております。次にご質問の介護保険につきましては、特別会計でございますので、一般会計の繰出金についてでありますが、介護保険制度は、給付費の総額の2分の1が公費,となっており公費負担となっております。 内訳といたしましては、4分の1が国、8分の1が県、同じく8分の1が市となっております。平成26年度は総額約411億円のうち、市負担は56億円となっております。介護保険の第5期までの制度に基づくものでございますが、平成37年度は総額約495億円の見込みで、うち市負担は 68億円の見込みとなっております以上でございます 2>, 2番、平野毅議員、えー扶助。扶助費の方も、えー、介護をはじめ、10億単位で増えるというふうなことでした、えー、交際費もですね、えー、大型11事業、マイスを含めとした大型10事業で、えー、7から13でしたっけ、えー、大型倍に増えるというふうに聞いております。 えこれは1人頭借金額でいうと、56万8千円が64万5千円に増えるという計算になるかと思います。えー、財政は大丈夫かというふうに問われればです、ね、大丈夫とお答えになると思います。それじゃあ、何か削ればやりくりはできるんですよ、まあ、私もなんか質問の仕方ちょっと変えなきゃいけないなと最近思ってます、あの財政は大丈夫なんですかじゃなくて、何を削って大丈夫なんですかと、えー、投資的経費はです、ね、今後、扶助費の,費の伸びで必ず減ります。 えー、今、投資的経費の主な重要事業というのも資料でいただきましたけれども、えー、何減らしますか、道路の整備の数減らしますか、数々のインフラ整備の数減らしますか、職員の人件費さらに絞っていきますか、何かを犠牲にしないと成り立っていかないかと思います。えー、本日、手図、えー、質問させていただきましたけれども、えー、人口減少する中、交流人口を増やすんだという考え方に,については賛同いたします。し、え、し、ー、しかしながらこのマイス事業につきましては えー、費用対効果が極めて不透明で、えー、甘い部分も多々あり、えー、その実現性については、現在においても疑問と懸念を持たざるを得ません。なぜ枚数が一番なのか、他にやることはないのか、本当、疑問は尽きないところです、えー。昔の借金が減ったからと、新たな借金ができるというふうにおっしゃってますが、最悪の状態から、どれぐらいまで戻ったぐらいの話ですよ。また最悪の方へ後戻りすするんですか 全国的に経常収支比率だとか、あのー、そういったもの、どうなってるんですか、土辺の方ですよ、やっと借金ができるっていってもです、ね、せめて全国で真ん中ぐらいになってからやってたらどうことなんですか。マイスにかかるお金、考えるとです、ね、いろんなことがもっとできると思います。乳幼児医療なんて、ほとんどの自治体が小学生まで無料ななに長崎は就学前です。 小3ままでででででででの拡大で億小6までで3億でできるそうです子育てしやすいまちづくりよりもマイスの方ですか市外の方へのおもてなしですか定住人口よりも交流人口なんですか中崎市民の税金を自分たちの市民じゃなくてよそから来る方の方のためにこんなに使うんですか 私は今、人口減少で危機的状態にあるこの長崎市っていうのは、非常事態宣言でもまた定住人口拡大策っていうのをいの一番でやるべきだと思ってます。交流人口対策なんですか外から来る人を招いて、中すかすかになったらどうするんですか私はそこに対しても懸念を持っております。えー、苦言ばかり申しましたけれども、いい時でもあります。えー、ランタンタフェスティバルは 7600万の負担で100万人も逃げやってます。えー、また半ンン祭りは3000万の負担で20万人来てます。港町なんかなんと400万の負担で28万人も来てます。工夫すれば来るじゃないですか。そんなイベントも考えてないって言うんですよ。なんか案でもあればですね、あのそんな数字来るんだなと思いますけども。 あの他の都市で何件だからって、それをあの単純に長崎市で出しただけの数字で、全くもってなんかこう、確証がないじゃないですか、同じ費用をかけるときに、マイスなんですか、本当に、マイスでいいんですか、強い疑問と懸念を持ちながら、ですねあの私の今回の質問を終わらさせていただきたいと思いますが、最後、市長、言どうぞ平野議員の質問にお答えしますいたします。 基本的にあの理解の違いがあるのではないかと思いますが、公設民営がしみえ分からないとおっしゃいました、しかし説明すればあのしっかりと分かっていただけます、そしてまさしく学校であったり、ブリックホールなどの文化施設であったり、体育施設もそうです、赤字か黒字かという視点で判断するのではなくて、それが本来持っている効果をしっかりと上げているかどうかというところと比較をすべきであって、その中で、 基本的な施設の運営、そして維持管理に必要な経費がそれだけであるということを、そのパンフレットにもお示ししています。さらにこの施設がでできるだけでは 機能しないと交流人口は増えていって、思うような効果を上げないということも説明会で申し上げています。それはオール長崎体制の必要です。まさしく、一緒館、市民も一緒になってやる中で、当然行政もその中で一定の役割を担わないといけません。そのための体制整備は必要です。そして福岡なども最初から体制をしっかりと作っているわけではなくて、実際に動かしながら効果が上がってきている、これは思った以上に効果があるということで、より体制を拡充するという中で、今回も。 体制をより厚くしていますそういう意味では、長崎もまず最初の初期段階の体制を作りながら、試行錯誤を繰り返しながら、おそらく状況を見ながら、体制というのは変革を変わっていくものだと思いますし、またそういった試みをすることで、先ほど説明会の中でも申し上げていますように、経済波及効果はもちろんですけれども、それ以外のさまざまな効果も長崎にある、それは都市経営、長崎の町がこれからどんな街になっていくのかということを考えるときに必要だということでもあります。そういうい意味ではちょっと時間が なくて意は尽くせませんけども説明についてもしっかりとさせていただきながらそして運営についてもしっかりと進めていきたいというふうに思っております以上です休憩いたします午後は1時から再開いたします